はい、今日もご視聴ありがとうございます。シングルパパです。今日はですね、見てください、48で、今日2台の48ね、並べさせていただいてるんですが、実は今回ね、48の、まあ、48のね、歴史っていうのは2011年から2022年までの12年間販売があったんですけど、その中に大きく分かれてて、前期モデル、後期モデルっていうのが存在してるんですけど、今回の動画はですね、実際よく意見があるんですけども、前期モデルと後期モデル、どれだけ違うの、そして何が違うのっていうね、そういうコメントなども寄せられたので、今回の動画はですね、前期モデル、48のですね、前期モデル、後期モデルのね、違いをね、皆さんにお届けしようと思いますんで、どうか一つよろしくお願いします。はい、そもそもですね、今回、この48なんですけども、48というのはですね、まず1948年、ハーレー・ダビッドソン社がですね、S125 というモデルを発表したんですけども、まあその時使ってたタンクが初めてハーレー・ダビッドソンで、タンクの形状をですね、ピーナッツ型のタンクを出したんですね。そしてその名前をね、由来からこのピーナッツタンクをね、オマージュするような形で48というのは名付けられてます。ね、復活っていう、ね、意味ですね、ピーナッツタンクの。で、その中で、まあ日本国内ではね、ハーレー・ダビッドソンの中で一番売れたね、車両とも言われてます、この48が。で、今回は先ほど言っちゃったように、冒頭でも言ったように、前期モデルと後期モデルの違いをね、皆さんにお届けしますんで、どうか楽しみにしていただければと思います。新パパ。はい、ではですね、早速なんですけども、ここでね、前期モデル後期モデルの大きな違いをね、発表していきたいと思うんですけども、まずですね、2011年から2015年を前期モデル、そして2016年から2022年を後期モデルとなっております。そしてホイールはですね、全年式前後16インチ16インチ、フロントサイズは130、リアのサイズは150。そしてここから差が出てくるんですけども、前期モデルはスポークのホイールを採用してますね。そして後期はキャストのホイールですね。まあ大きな性能の差があるとは思えないんですけども、まあ見た目にね、差があるのかなという感じになってます。そして次にですね、前期はフロントフォークが 39mm、 そして後期は 49mm に太くなり、剛性が上がってます。そしてスムーズに動く新設計のカートリッジダンピングのフォークを採用してますね。まあどういうものかっていうと、通常のクッションって注射器に例えてみると、注射器のポンプでギューッとした感じだから抵抗を感じますよね。それが前期の普通の通常のサスペンション、フォークですね。そして、後期モデルはですね、それにいくつか穴が開いてるという意味なのかな、まあ、ちょっと分かりやすく言うとスムーズに動くような、ね、形になってて、非常に、スムーズな、ダンピングができるようなモデルになってます。そしてリアショックは前期が通常のショック、後期はプレミアムライドエマルジョンショックで、高速走行なども快適になり、プリロード調整がね、細かくできてね、調整が可能になりましたんで、ライダーの体重に合わせて調整ができるようなモデルになってます。以前はですね、こちら、ディーラーオプションという形だったんですけども、こちらの方をね、標準装備という形になってますね、後期モデルから。そして前期はシングルディスクで、さらに、後期はそれに安全なね、ABS が装備されることとなりました。はい、でですね、少し年数がね、ここだけ被ってしまうんですけど、前期後期、16年と17年、少しね、被る時期があります。2011年から2016年が、リアプーリーですね、が、ディスク版っていうかね、ディスクのような形になっております。そして、17年から22年までが US 仕様っていう形でね、ディスクじゃないタイプになって、非常に、まあ、軽量化が図られているような、見た目にもいいね、モデルになっています。新パパ。まあ実際ね、先ほど言ったように、まあフロントであったりリアのね、サスペンション、フロントフォークが変わったことによって、実際何が変わったのかっていう感想なんですけども、こちら私が乗ってみた感想なんですけども、決定的に違うのが乗り心地がね、変わったということなんです。やっぱり前期モデル後期モデルで、さっき言ったようにフロントリアがね、質が向上することによって、まあ技術の進化ですよね、によって動きがすごくね、滑らかになったっていう感じなんですよ。乗り心地をだから取るならば、やっぱり後期モデルになってくると思います。これはまあ予算にもね、応じるし、その人の乗り方にもよると思うんですけど、その振動がね、さらに味わいたい、まあそれではね、
前期後期ともラバーマウント、エンジンのマウンターはダイレクトにフレームについてなくてゴムブッシュがついてるラバーマウントなんですけど、48っていうのは全て、ですから振動は少しね、リジットマウント、リジットっていうのは直接エンジンがね、フレームに乗っかってることなんですけど、一応ラバーマウントなんで柔らかくは設計されてるんですが、後期モデルになると技術の、ね、進化がありまして乗り心地の方は格段と上がってますね。ですからこれは乗り比べて初めて分かる感じなんで、まあ、実際そっち乗ってみなきゃ、後期モデル乗ってない状態で前期モデル乗ったら、まあ、こんな感じなのかなっていうイメージを持たれるかとは思うんですが、それ以外のね、操作感などに関しては大きな違いはないので、まあ予算に合わせて、まあ、安全な部分で、予算が組めるならば安全を考慮して後期モデルで、まあその中で、まあ、48、まあ、予算内でどうしてもっていう方だったら、まあ、逆に言うと、カスタムの幅はね、そのさっき言った乗り心地の部分っていうのは変えられますので、非常に、その後からサスペンションを変えてみようとか、そういう形にはできるんじゃないのかなというふうには思いますね。うん、新パパ、はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はですね、株式会社ミッドウェイさんのご協力のもとに車両の方を用意させていただきました。ありがとうございます、ミッドウェイさん。で、今回私が得た感想なんですけども、大きな差はどこにあるのかっていうことなんですけども、やはりあのフロントフォークだと思うんですよね。フロントフォークっていうのはなかなか替えが効くものではないので、基本的に替えられるものではないので、そこら辺はね、予算に合わせてどうするかっていうのは選ばれた方がいいんじゃないかなっていう気はいたします。リアサスペンションに関しては、まあ、車外配に変えることもできますし、それこそこちらの後期モデルに採用しているサスペンションをつけることもね、装着することも可能なんで、あの選択の余地があるんですけども、フロントフォークに関しては基本的に選択の余地がないんで、このままの状態でいくしかないのかなっていうところなんで、そこら辺予算に合わせてね、選んでいただければと思います。で、次にね、関して乗り心地の部分に関して大きな差があるのは、やはり先ほどフォークにも関係することなんですけども、やはり、やっぱりバイクというのはね、フロントそしてリアのね、クッションで、制御されている部分が大きいと思うんで、やはり後期モデルのが乗り心地に関しても格段とレベルが高い位置にあるかなっていう気はいたしました。はい、そのような形になっています。で、今回はね、48の前期モデル後期モデルの、ね、違いをお届けしたんですが、いかがだったでしょうか。皆さんのね、参考になったならば幸いです。もし今回の動画がね、参考になりましたら、チャンネル登録高評価いただければと思いますんで、どうか一つお願いします。今後もね、48モトブログシングルパワー、このような形でいろんなね、皆さんのご相談とかコメントがあればね、調べてきますんで、そのようなね、何か次こういうことやってほしいなっていただければ、コメントの方いただければと思いますんで、どうか一つよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。シングルパワーでした。
sad while I smoke this cigarette. My aching body feels better still. What do you do when you pick up my guitar?